皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生の写真や動画は自分を客観視できるのでおすすめです。というお話をしてみたいと思います。こちらの動画を見てらっしゃるということは、当然私の動画を見ているわけで、私と動画すごい本数上げてますよ。はい、上げてるんです。で、写真もものすごい量を自分も撮ってるし撮られてるし両方です。まあ撮ってる量の方が撮られてるよりは多いですけどね。でも多分普通の、パンの先生であったりとかっていう経歴とかコンサルタントっていう状態からすると、激しく撮られてるし撮る風に自分がシチュエーションを組んでるっていうのはあります。なので、生徒さんも、プロフィール写真はね、1年に一遍は更新しましょうということを言って、要はプロフィール写真撮影会とか私が組んでやったりとかをしているんですけれども、その時にそれを体感したクライアントさんからですね、言葉をいただいていることと私が普段から意識して思っていることとかがあるので、それを今日はお伝えしようと思って、こちらのテーマでお話をしたいと思います。まずですね、写真苦手な人結構多いですね、教室の先生ね。いや、自分の顔そんな見せるもんでもないしとか、そんなこう私ってどうって見せるのはなんか品がなくて嫌ですとか言う人もいるし、あとさらにハードル高いのは動画ですね。動画になるともっとハードルが高いです。そんな喋ってる自分を出すなんてとかっていうね、そういう方いらっしゃる。で、別にそれはその方の個人の考え方だし主張なので、全然構わないんですが、それってご自身が自分で思う感覚じゃないですか。自分の顔なんて見せるもんじゃないしとか恥ずかしいっていうのは自分が自分を守りたくって考えていることですよね。だけれども、じゃあ逆にこう自分がお客様の立場でその教室に行くか行かないかを判断しようと思った時に、顔が出てる教室とまず出てない教室だったらどっちに行きやすいかっていうと、確実に顔が出てる先生の方が、その本人が自分のことね、ブサイクだから嫌ですって言おうが何しようが、出てるか出てないかだったら出てる方が信頼はされます。例えばケーキ、お菓子の教室でケーキの写真をね、プロフィールにしてる方とかもいらっしゃいますけれども、ウェブサイトも一切自分の顔を載せない方もいらっしゃいますけれども、超有名なシェフでブランディングでそういうのやってるって方いらっしゃる方いらっしゃいますよ。作品だけを見てくれ、自分はいいみたいな感じのね方とかもいらっしゃるし、芸能人とかも昔で言うとザ・ベスト10とかそういう歌番組には出ませんみたいな方もいる。逆にそれがこうブランディングになって人気沸騰っていうのはありましたけれども、一般人の場合はですね、まず好感度が違います。単なるその物撮りの写真と人間が写ってるっていうところで言うと信頼度と好感度がまず違う。ここが大きな違いです。で、結局教室業っていうのはサービス業なので信頼してもらってなんぼになるので、自分が恥ずかしい恥ずかしいに恥ずかしくないにかかわらず見る人にとって安心感を与えることの方を選びませんかっていうスタンスがまず私の中にはあります。だから整形をしてまでどうにかしろとかいう話じゃないですよ。韓国のねスターの方とか整形が当たり前とかっていうふうに言われてますけれども、そういうことをして見てくれをよくしろって言ってるんじゃなくて、ギャップがないように自分らしさが出るような姿があるとまずは第一段階いいよねっていう話がその1です。で、その2、動画です。今度は動画に関して言えば写真よりもさらに信頼してもらえる度合いが高いツールになります。で、例えば私の場合にはこうやってお話をしているので、私の動画をかなり見てからセミナーに来る方っていうのはほぼほぼギャップがない。
むしろ初対面で抱きつかれますよ。やっと会えたとか言ってびっくりしちゃうんですけどね、こっちはあなた初めてですよねっていう世界なんですけど、地方とかの方に行くと特にその、まあ、東京とかね、横浜の方だと実際に露出しているというか出没しているエリアとセミナーの数がこっちの方が多いので、私を生で見れる機会は多いんですけど、動画でしかずっと見てない方にとっては生で動いてるし喋ってる私っていうのがね、まあ、芸能人ではないのですが、一種こう憧れみたいな状態になってやっと会えたみたいなことを言われるケースがあるぐらいギャップがないのが動画です。だからさらに信頼度は増すっていうところですね、動画で喋ってたりとか伝えてると。で、当然私は私の思考と思想と思いを動画を使って伝えているわけなので、それが受け入れられない人にとっては受け入れられないんですよ。これ当然ですよね。受け入れられない人にとっては。だから、それはそれでいいんです。受け入れられる人に受け入れられればいいので。なので、動画を見たくない人は見なければいいし、参考になると思って見ていただける方には見ていただいて、どんどん授業がうまくいくように参考にしてもらったらいいと思っていて、動画をコツ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 貯めて撮っていってるんですけれどもね。はい。なので、信頼度のあれから言うと写真よりさらに動画の方が動いてるので信頼度が増していきます。で、ここからさらに本題なんですけど、今日のテーマは「写真や動画は自分を客観視できるのにおすすめです」って書いてあるんですけれども、これはどういうことかっていうと、例えばプロフィール写真とか撮ると分かるんですけれども、等身大であるのにはもちろん間違いないんですけれども、例えばその撮られる日程とかって私が組む場合大概半年前くらいなんですよ。そうすると、じゃあ撮るまでに痩せなくちゃってみんな言うんですけどね、大概痩せてこないですよ。ほんで撮った後の顔を見て、いや、こんなに太ってる、もっと痩せればよかったとかいう声とか、笑顔がぎこちない、なんか爽やかに見えないとかってね、言ったりとか、まあ見えるように努力して撮るんですよ、こちらとしては。撮るんだけれども、ご本人のその笑顔の練習とかは当然していただかないと笑顔にはならないわけで。そういう絵で撮りたかったらやっぱりそれなりの努力もやっぱしてほしい。いや、その一瞬だからです、写真はね。その写真でどういう先生かなっていうの、やっぱり笑顔じゃないよりは笑顔の方がいいです。よっぽどこう斜に構えたかっこいいブランディング、なんかこうスッとしたこういう感じのね、斜め向いて顔、笑い顔を見せないみたいなブランディングをするって決めてればそれはそれでいいですよ。だけれども、通常は人は笑顔の方に惹かれるし、信頼度を増すっていうのは基本笑顔なんですよ。笑顔ってね、最強無敵ですよ。だから私もちろん笑顔じゃない写真も多く撮ります。ブランディング的にね、かっちょいいの撮りたい時とかはちょっとこうスッとしたようなね、アンニュイな写真とかも撮ったりすることあります。でも基本は笑顔なんで、口角をねこう上げてとかいう練習とかもしたことありますよ、撮られる回数が多くなってきた時に。でないと写真が自分が思い描いてる顔になってない時が多いんですよ。だからこれ練習しないと無理です。で、もう一個、動画ですね。動画も慣れてない人は動画が怖いですよ。で、喋ってる時とかもちろん緊張するっていうのはあるんですけれども、実はですね、写真も動画も共通してるんですが、そのふとした顔とかふとした感じっていうのを、生徒さんが見ている顔がそこに写ってると思った方がいいです。だから反省の材料として自分がそれを見ていくっていう感じになります。ということは、要はその生徒さんに見られてる一部が切り取られてるだけなので、自分がブータれてる顔をしてるとか、なんか暗い顔をしてるって言ったら、その顔を間違いなくクライアントさんに向けてる瞬間があるということになります。だから客観視するためには、写真と動画って残酷なほどあなたの本当の真実の姿を写してしまう部分がある。もちろん写真は特に嘘がつけますけどね、持って化粧するとだいぶ違う顔になりますけどね。でも動画はかなり本質的な部分、あまり取り繕いようがない感じになるので、ここはやっぱ心して見せると、普段の自分の喋り方とか伝え方とか生徒さんへの声かけ、笑顔の出し方とかも変わってきます。以前に私
私のね、クライアントさんに私のセミナー風景を撮ってもらったことがあって、でその時に撮りやすいって、まあカメラマンにもよく言われるんですけど、撮りやすい、要は笑顔である確率が高いんですよ。どこを切り取られても大丈夫な感じ。それは写真が入ってるからとか言うんじゃなくて、普段からそういう顔で喋ろうっていうのを意識してるんですよ。だからその瞬間、こう喋ってる瞬間の顔を切り取られても、まあまあ大丈夫、耐えられる。もちろん真剣な話をしている時には真剣な顔にはなってますけどね。だけど要はその瞬間瞬間の顔を全部お客様は見てるっていうことなので、自分が自覚する上では、写真とか動画は撮り、かつその顔が見て気に入らないんだったら、どういう状態でその顔を瞬時に作れるかとかっていうのも研究するのに使ったらいいと思いますよ。これは私のクライアントさんには、私が動画ないしは写真のチェックした時に伝えてる話です。要はその職業というものに対して期待される顔があるんですよ。例えば綺麗なものとか夢の扱う雑、夢がある雑貨を扱う人がですね、ボッサボサの頭でダッサい服着て、ぼよんとした顔でプロフィールとか撮った日には、誰もそれ夢も抱かないし頼みませんよ。やっぱりキラキラしてて明るくって、女子の憧れみたいな雑貨とか扱ってるんだったら、やっぱそのものとリンクするようなキラキラした状態の自分とかね、そういう状態にした方がいいですし、権威性のある例えばこうしっかりした栄養士さんたちに教えるようなね、食学的なものを教える先生だったりすると、あんまり軽くキラキラしすぎると信頼してもらえなくなっちゃうから、笑顔は忘れないけれども、まあそこそこ、こう真面目に映るようなね感じでも全然いいと思いますし、その職業において期待される姿っていうのが当然あるんですよね。でまずは第1弾、それに応えるっていうのを考える必要があるんですけれども、第2弾はですね、ギャップを裏切るっていうこともあると、さらにインパクトは残りやすいです。私は私のね、自己紹介で自分で「ガテン系エレガント」っていう言葉を使っておりますが、写真上はエレガントに写ってます。だけれどもガテン系ですから、こう言って喋っている話とか、ガチな内容とかビジネスの話はザ・ビジネスな感じの結構きつめな話とかもしているので、そのギャップを埋めるために見てくれ、キラキラのひらひらにしてるんですよね。それでカチッとしたスーツ着て、キリッとしてこうね、眼鏡クイクイみたいな感じにやったら、ちょっと近寄りがたいじゃないですか。まだなんか変な格好をしてて、まあ好きでやってるからいいんですよ。こういう面白い格好をしてて、この人なんなんぐらいだけど、なんか言ってることはどうも真面目らしいみたいな、これで言ってることがチャランポランだと単なるアホじゃんって感じになっちゃうんで、そこのギャップはやんないといけないんですけど、いわゆるコンサルタント業っていうのが、スーツ着てきちっとした感じでこうね、女性もこう着っていう感じ、もちろん企業のマナーとか教えるようなね、ことも含んでるコンサルタントだったら、そういう S 型が必要なのかもしれませんけれども、私は教師の先生とかがメインなので、そのユーモアっていうか、楽しいな、明るいなみたいな、そういうのが理解できる人がクライアントに欲しいなっていうふうに思ってるので、まあ、逆にちょっとそういう奇抜な格好もしておいて、それに反応できるタイプの人だけ、ユーモアがあるっていう意味です。だって中身の本質的なことを言ってるのは結構真面目ですからね。一応本も書いてますしね。だからその見た目に惑わされないで、中身の本質的なものを捉えることができる人は私のところにたどり着くことはできますけれども、見た目がそうだからっていうことで避ける人、まあもちろん生物的にね、好き嫌いあるから、別にその人に無理に来てもらうなんてこれっぽっちも思ってないんでいいんですけれども、見てくれの姿だけで人を判断するタイプの人は私のところには来れないことにはなっています。なのでその見た目でそのお客さんの層を振り分けることだってできるんですよ。だから写真と動画は定期的に撮った方がよくて、
て、かつ自分が見るのが嫌でも直視して、それが人に、自分のクライアントさんに見せてる自分の姿だっていうのを理解して、反省するんなら反省した方がいいですね。で、これはね、見る機会が増えれば増えるほどブラッシュアップされていきます。これはきっとですね、田舎から上京した売れないタレントがだんだんこう舞台に立ったりとか、テレビとか取材とかいろいろ人の目を浴びるコンサートとか浴びるようになって、どんどんこう磨かれていく。人の目っていうのをやっぱ気にする、いい意味で気にする、自分が自覚するっていうことで磨かれていくものっていうのはあるので、サービス業、教室業はサービス業なので、その意識は見せる職業として持った方がいいです。自分はこういうセオリーとかね、教えてるから、そんな見てくれなんて関係ないっていう人はそれでもいいんですけれども、結局今ウェブから入るので、第一印象結局2次元なんですよね。まあ、動画があれば3次元になりますけれども、2次元で印象がいいか悪いかとかっていうのは非常にこう大きな問題だし、何を習うかよりも誰に習えるかっていう方が最近は人が重視するケースが多くなってきてるので、そういう段において、見てくれどうでもいいっていう先生、ないしは自分は見せるの恥ずかしいから嫌ですっていう先生は結構しんどいです。その分を補って余りあるものすごい技術か、ものすごい内容でないと、人は来づらいですね。やっぱり弾けるような笑顔で、あ、この先生習ったら楽しそうとか、美味しそうなケーキ教えてくれるんだみたいな、そういう人と相合わさって、その人の作品というか技量を見ていくっていうのが、どうやら昨今の傾向かなと思うんで、それ一目瞭然で分かるのはやっぱ動画ですね。なんで動画は昔から私は撮った方がいい、撮った方がいいっていうのを言ってますけれども、それでもまだ全然やらない人が多いから、やってる人はチャンスですよ。 まだまだ伸びれますしね。多分今もうテレビっていう媒体の影響力がだいぶ落ちてってるので、 YouTube の世界の方に今変わってきてます。で、ね、もっと若い世代になると TikTok でしたっけ、 TikTok でしたけど、私は使ってないんで分かんないですけど、そういったこうプライベート感のあるような、まあ個人的な感じのこうスターですかね、なんかそういうのをこうみんなが探していく傾向にどうやらあるみたいな感じですかね。はい、ですので、まとめますとですね、教室の先生は写真や動画はですね、自分を客観視するために半年から1年に1度は、動画はしょっちゅう撮ってほしいんですけど、プロフィール写真とかは撮り直して、自分を見つめ直して、どういうふうに人から見られてるのかっていう、自分が望む自分の見え方を自分で訓練して、ちゃんと写し込みしていくように努力されるといいと思います。はい、本日のテーマは以上でございます。それでは。